よし、じゃあ行きたいと思います。ついにあれですね、夏休み最後ってことで、いやでもあれか、愛しの丸木先生にまた会えるんで、そこはグッジョブですね。お、秋葉行けるようになった。そうだね、これでゲーム買えるよな。必要あんのかって言われるとまあコンプリート魂だよな。うん、買うべとりあえず、うん、時間があるときに。なんかトロフィーなかったっけそういうの。まあいいや、まあ、2周目かな最悪。多分1周目、多分当たり前だけど1周目の方がきついから。つうわけで度胸がやっべ、度胸が足りねえ。お、満ちた俺これ満ちてたこれ返し行かなきゃ、うん、そっか、ずっとそっか、双葉と一緒だったから、うん、知識もマックスか。朝業務やつどうしよっかな、まあ、釣りのあれか、これこれも必要ねえな。この辺見ればいいか、行けるとこ増えるぜ、やったーってなるか。武器作りの、あ、そっか、こういうのもあんの。あ、嫁を呼ぶか、じゃあ。すげえ罪悪感、俺のパルツ今やばいことになってる。どうする？お願いします、川上先生、うん、はーい、金取って、金取ってくれマジで、お願いするから金取ってくれ。通い妻、これ一番きついのがさ、ベキコにさカレー作らせてるときにさ、ひふみんとかに会いに行くときだよな。嫁だ、いい女よ。なあ、よし、じゃあ行こうか、これ見ましょう、剣豪。あ、奥、あ、これいい、このアングル。誠様にもこれ貸そうぜ。うわ、うえひひ、残念。まあでも3回が2回になるかんね。すんません、いつも頭上がんねえわ。聞け囚人、主よりお言葉だまた新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。な、12体来た。てか早えな、もう8なんだ。この間7になったばっかじゃねえのか。まあでもそっか、まあ後半だからか。よし、あ、でも今回三角機もあるのか。ウルトラストップ。ではまた。アジャス、時間です。囚人、戻りなさい。よし、うん、おはようさん。制服、しっかりあげめよ。
くたばなやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。現在警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。その謙虚さは好感持てるぜ。我が輩から盗んだもな。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。やれやれって感じだった。怪盗の認知率が一番高いのはやっぱり10代みたいですね。学校でも怪盗の話ばっかりなんて意見もいただいてます。怪盗って知ってます？娘なんか毎日そればっかりだよ。お願いチャンネル頼りにかじりついてる。あれただの掲示板じゃないのか。最近ランキングが追加されたんですよ。次は誰を改心させてほしいですかって。ハッカーまで退治したし期待も高まってるのか結構投票されてます。へえ、俺も投票してみようかな。うちの社長に改心して給料を上げてくれってか。終わったわ。ふん、俺か。俺面倒くさいやんねえけど。やっぱ怪盗でしょ。あ、そういえばこのゲーム、はるちゃんの夏服って見れねえのかな、制服。ねがったよな、多分。俺が気づいてねえだけかな。あ、でもあれか、後ろから歩いてたよな。2学期始まっちゃったね。毎年思うけど、夏休み短すぎない？間違いねえ。冬休み。考え方によるか。ある意味エジプト行ったようなもんだし。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。ああ、そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい。向こういたから普通だって。ねえ、わかんないことあったら英語聞いていい？え？
お、わかるかしら。久しぶりの授業っていうか、ごめん先生、ただでさえ休みないのに来てもらっちゃう。いやーやべ、罪悪感がさらに。ちょっと、あーカレー作らせたから。おお、いい先生、本来の姿、アルティメットサダヨになったの。うん、それでも怪盗団な。来たの？下校の早かった俺が拾いに行った。恩着せがましいお稲荷だ。さて本題だ、これからどうするよ。また大物狙うか。それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする？いるのはもう確実でしょう。しかも廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。つっても手がかりねえんじゃなけどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感やばくね。確かにね、怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ、1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってけ、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。うん、ここはちょっと、いやカツ入れたいけど、なんかな、空気悪くなりそうな。そうでもないかな。いいね、世界中食べ歩き。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない、そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ、モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。ちょっと目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど、根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。引けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある？まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー。 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう？お姉ちゃん、ノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの？姉の本音を見てしまうのが怖いか。
そんなことない。わかった。ちょっとあれだな。ね、週刊誌に私がですか。鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください、どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ず掴みますから。先生のお力がなければここまで私はですから。どうかお願いします。あんまりあの人はなんかあれにならないな、かわいそうになんないな。できたばっかだからね、今盛り上がってるしな。誠様はこういうとこあるからな、受けて立つスタイル。金城の時もそうだったしな。今は誠に託そう、きっとやってくれるって。ナナ、あとのあれだ、秋葉行きてえわ。おちーちゃん、モテモテだ今宵も。やられる前にもう自分で入っちゃおうってあれなんだろうね。なんかあれだね、手間が省けていいやな。マジっすか。ここか。いらっしゃいませ。これ闇ネットだ。これ500円、これどうすんだっけ。双葉に直してもらうんだっけ。秋葉行くべ、秋葉。あ、ちょ待ってと、これ8月になったぞ。あ、8月じゃねえ、9月か。あ、すいません、メロンパン終わっちった。あ、でも外出れんかったかな。ごゆっくりどうぞ。あ、書店はこれってあれだよな。まあいいや、とりあえず買ってけ。ああ、プラネタリウム、あれだ、あのあんだっけ、あのデートスポットのあれいいよね。とりあえず買って、金ならある。ドロッドロやろうな俺のパレス今。沢城みゆきの声っぽかった。違うのは分かってんだけど。運命は消してないよね。そう。ちょっと秋葉行きたいわけです。来たー。飽きんどー。どうぞごゆっくり。最新ロボットス4万。あー、手近。はあ、はあ、いいっすね。あ、アロマとかいいじゃないですか。えれえ金かかんな。ちょっとお伺いいたします。でしょか。あ、メイド喫茶か。いけるんだっけこれ。魅力を高めることができます。
なあなあ。大丈夫っす。まあ、あ、ガチャガチャなんか面白いの出なかったっけ？おい、やるぞこれ。でかいデカラビア。ああ、あんこも。そうや。あ、なんか増えた。あれ思い出すね、シェンムーのガチャガチャ両方。お？なんかいいのねえかな。HP20。お？なになに？味方行ったよ。この辺はもういいかなと。あ、これがまたいいやつじゃなかったっけ。おお、めっちゃ、あ、低下か。あれみたいなマッスルドリンク的なあれか。なんかいいのあったの気すんだけどな。グッズショップ、ああ、コトブキ屋か。ごゆっくりどうぞ。バイクフィギュア、ご当地キャラグッズ、ゆるキャラ、竜の竜寺にかな、アイドル感覚。ほーん、アイテムコンプとかは2周目でいいよな。1周目はなんかただやりたい。おお、こんにちは。うっす、あ、修理、あ、これか。ドゥル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 、あ、これか。小田くん、これできんだっけ、これクレーン。あれ、あれじゃねえ、あの、あっこにいたやつだよね、あの。なんかあの、新宿に、ガンスト。あ、フロスト。へぇ。これできる？やる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 。やりますよ。よし。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥル。ジュネスだ。あーす、いや、もう一回取れるまでやる。100万使ってもやる。ナナコの顔しか思い浮かばねえ、これ聞いたら。歌詞つきましたかね、 P4D で。ジュネスじゃないかね。くっそ、リアルすぎる、マジで取れなさが。へえ、ジャックフロスってリアルに景品になりそうだよね。ってなってたこととかあんのかな。昔プリクラだったのは知ってる。よーし、バーチャルボーイができればな。あの、あれなんですよ、ジャック・ロストのゲームできるんですよ。やれる媒体がないよな、もう、うん、録画できる環境もないし。きたー。あ、これ置いてあるやつ、置いてあるやつ全部取るぞ。部屋の中火砲で埋めるぞ。あい、どうした？クレーンゲーマー。プーン。ふん。なんかね、あ、ゲームショップか。あっちがゲームショップだな。お？あ、マッスルドリンク。
防御、あもう確定なんだ、このマッスルドリンクは。防御低下、攻撃上昇、命中低下、攻撃上昇、攻撃低下、命中。いや俺下がるの嫌いなんだよな。いや、いいのは分かるんすけど、うん、投射費これいっぱい売ってんな。まあでも俺校長先生、そっか、もう覚悟を決めてここでなんだっけ、スーパーポテトか、うん、電車の概念よう最後のやつ間に合ったよな。マニアだね、亭主、亭主、店主。フォルネアスバッジ、大霊界とか使います。どれにするんだい。パンチアウト、赤太郎電鉄、あ、豪傑し、これもうあれだよな、あの知る人ぞ知るアトラスから出た格ゲー、豪傑寺一族っていうのがあるんですよ、うん、プルコルファーされた、あれがいいんですよ。またキャラデザ村田レンジでね、フェザーマンシーカーか、全部買え、全部全部買うぞ、ほら、あ、じゃあよかったな校長先生、新しい就職先決まったじゃないですか、あのハンプティダンプティに似てるっていうあれを俺引きずってくぞ、その人見るか、ゲームクリアするとこういうのもあんのか。フォルネウス大先生、サクッサクッとよ、おいハイブースターついてるぞ、おい大霊界撃てる、撃てねえけど、メガテン4の大霊界強かったなあれ即死つくからね、一定確率で氷漬け効果あるのに即死までワンチャンつくっていうやべえ性能だった。ぜひぜひ試してください、超気持ちいいんで、メガテン4の大レース。ちーちゃん、ちーちゃん、痛いっす、前はキャンセル、ドタキャンしちゃったか、こんないい顔してる女の子、もちろんさ、はい、ニュース、最後謝ってたかんな、ちいちゃん、最後に男見せたの、もうちょっとまっとうに言ってたらな、千早とくっついてたんじゃないかな。壊滅、マッドギアは壊滅状態。あの、
まあそうだよ、そういう時に声かけられてね、もう他のこと考えられなかったんだけど、な人や。このゲームの攻略できるヒロインのうち過半数以上が年上ということにお気づきですか。警戒が、ああそうなんだ、警報か。よし、双葉と前作だと誠じゃねえ、アン以外は全員年上っていうね。でもまあ1個上とかも含めればだけど、いい顔する。もうすげえ3分の2ですよ。あれ日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて、どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。4ヶ月前か。ちょっと、あらあら関係ねえだろうが。氷山の一角よ。トカゲの尻尾切りな。よし、電車の広告見た？またマスコミが来んぜ学校に。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。もっと。ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子
ありじゃね。怪盗団今来てるからさ、誘ったら行けっかな。実は俺怪盗なんだけどって言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話、今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いできない？心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。逆にね。いい？うん。あ？誰だおめえ今言ったの。逆のところでちょっと問題がやばいな、掘り下げられると。あ、そう、丸木先生よ。あ、しかも今日金曜日じゃねえかよ。やったー。やれやれ。あ、飛んでくるぞこれ。明智、こん時に明智標的にしてたらどうなってたんだろうね。どうもなんねえか。好き見せねえだろうし。俺は五郎も好きだ。蝉の鳴き声リアルだ。おい、聞いてるのか。ふふ、やるのかね。大分の牛丸だけが勝率高えな。俺2回ぐらいしか食らってなくねえか。一番最初の1回だけかもしかして。前はなんかでも4段階ぐらいじゃないと受けられなかった記憶にがあるんだけど、変わったのかな。うん、上がり続ける魅力。この段階で3つカンストか。おや、あー、そっか、日本を離れる。どこ行くの。あ、そっか、1年生だもん。
あ、じゃあ、あ、そっか。あ、でもかすみちゃんなんかマックスになってたんだよな。変わんのかな、これ。なんかあってまた進められるようになるのかな。あー、あー、生きて生きて生きたい生きたい生きたい。最近よく寿司食いに行きますね。トラさんの時もそうだし、ソジロさんたちとも行ったし、こいついつも寿司食ってんの。ユースケはそろそろ上がると。くそ生きて。あ、そっか、これは優しさがあーだこうだどうたらこうたらだから、一旦切りますか。うん、いかんいかん、もうやっちゃうこれは。うん。